伸びたね。うん。そろそろあれやろっか。うん。平田美容室でございます。こんにちは、佐藤です。こんにちは、平田です。もう伸びに伸びましたよ。ということで今日は久々に日向美容室で髪をカットカットしていただきたいと思います。お願いします。なんか前回とキャラ違くない？前回どうやって？前回なんか、うっす、今日どんな感じすんの？うっす、 あ、みたいな感じだったけど、今日なんかお願いします、なんでそのちょっと礼儀正しくなったみたいな。うっす、正しくね、肘ついてるし髪も控えてますから、いい感じにしていただかないと困りますよ。前のやつがダメになっちゃったんで買ってきたんですけど、あの髪をね、防ぐやつを。もう大丈夫かなこれ。うっ、俺絶対かぶれないよこれ。子供用ケープ。でもやっぱ狭くない？なんか肩幅、肉がすごい。いやだってもう横とかさ、もう肩幅ギリギリだよこれ。しばらく使ってないけどバリカンも大丈夫かな。いつぶりだろう切ってもらうの。いつからやってないんだっけ。もう覚えてないもん、前回いつやったのか。前にやった時はまあ黒染めしてもらった時なんですけども、だいぶ落ちてきたね、もうね。茶色くなり始めてきちゃって。ああ、水かけられてる。いや、なんかもうその、これからやられるんだっていうのがちょっと怖い。なんでそういうこと言うの？なんでめんどくさいとか言うの？毎回緊張するんだよ、これ。ただ、伸びたよね。すごい伸びたと思わない？うん。うわうわうわおお。え、こんな短かったっけ、俺ここ。あれ多分。こん、え、坊主じゃん、こんな。坊主にするじゃん。やだよ。こんなに髪短かったっけ、俺。サイド。長すぎて、自分の短さが。そう、わかんなくなっちゃった、自分の短さが。まあこれからね、あったかくもなってくるから、髪短くしましょうよ。爽やかに。爽やかに。あと爽やかになるためにはダイエットだな。ダイエット怖い。もうダイエットっていう、その5文字が怖いもんね。なんで？もう恐怖心すら覚える。なんか、乱暴になった。なんかバリカンをさ、頭に当てる瞬間がすごい痛いんだけど、なんかツボ、コリをほぐされてるみたいな。痛い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 。え、こんな痛かったっけ。逆に今度里広美容室やる。ちょ、バリカンやってあげよっか。無理。なんかこうやって持ってるとあれみたいだね。平安時代の人みたいだね。下向いて。やっぱうまいっすね美容師さん。眠くなってきました。寝ててもいいですか僕。です。なんで？あの、僕を失ったらお客さん来ないですよ。まあ別にいいですよ。なんですか？暇になってそうやって過ごすのが私好きなんで。暇、今でも十分暇じゃないんですか？だからどうやって生計立ってるんですか？親のすねかじって。おーし、ありがとうございます。できました。ありがとうございます。もうこれセットしてない状態から見てもだいぶ短くなったの分かるね。やったぜ。じゃあちょっと流して髪の毛セットしていきたいと思います。どうぞ。いや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 、振りが雑なんだよ。じゃあ、さあ完成しました、こちらでございます。じゃじゃーん。どうでしょうか、ピントが君の顔に合ってます。どうですか？今日も100点満点だな。さっぱりしたんじゃない？100点満点だな。ねえ。やっぱ100点満点だな。あ、なに？切り残し？あ、減点じゃない？違うよ。またそこ残ってんの？いつもここ残すよね。はい、とまあこんな感じになりました。だいぶスッキリしたんじゃないですか？もうコメントでもずっとそろそろ日向美容室ですねってめちゃくちゃ書かれてたからさ、つい切りましたけど。それでは、発表したいと思います。Today's 日向美容室。ねえ、大事なとこ邪魔しないで。何するかと思ったら80点です。なんでやばいでしょ。なんでそんなガチショックそうな顔すんのって顔すんのね。まあまあまあ、髪の切り方は良かったんじゃないですか。こんなに上出来なのに、はいはい、まあシャンプーまでついたコースだったので良かったかなと思うんですけど、やっぱなんかちょっとさ、悪態ついてるというか、めんどくせえんだよなみたいな、ね、ちょっとカットしてるかもしれないですけど、その本編の方では
ングめんどくさいな今日みたいな、すごいやる気なくて今日。だって今日じゃなかったもん。本当は昨日撮りたかったのに。まあ本当はね昨日やるはずだったんですけど、寝ちゃったんで僕が眠くてやれなかったんで今日やってもらったんですけど、それが不服だったけども。ということでまあそこでマイナス20点かな、80点。不満そうかよ。不満そうすぎるだろ、お前。おい！ということで、今回の日向美容室でございました。予約受け付けてるんですか？日向美容室。あ、はい。あ、受け付けてる。なるほど。じゃあ、知り合いの美容、YouTuber さんいたら、できるんですか？そうですね。じゃあ、知り合いの YouTuber さん、日向美容室の予約はコメント欄まで。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。来てほしいな。全部バリカンに。